ナンバー90番の UD トラックスクオンエネオスタンクローリーです。スケールとアクションは箱には書いてないです。それでは開封していきます。 トムニュースが入ってました。時間短縮のため、省略させていただきます。こちらですね。で、前はこんな感じになっています。真ん中の部分には UD という文字が書かれています。 で、後ろはこんな感じです。後ろの部分には、エネオスという文字が書かれています。英語で書かれていますね。上はこんな感じで、下はこんな感じになっています。ベントインベトナム、ベトナム製になります。で、ナンバーは31番と書かれていますね。 箱にはナンバー90番と書かれているんですが、こちらにはナンバー31番と書かれていますね。まあ、おそらく元々の数字だと思います。で、日産ディーゼルクオンと英語で書かれていますね。で、トミカという文字も書かれています。で、2005年製のトミカになります。おそらく元々の数字だと思います。で、あと側面の方にはエネオスと書かれていますね。英語で書かれています。反対側も同じです。で、アクションとギミック。 はないですね。で、走りはこんな感じです。 以上で紹介を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。さよなら。